悩みに悩まされた20年間放置された篠を買ってもらって、おかげさまでめちゃくちゃ綺麗になりました。除草剤も撒いてよっしゃ完璧って思ったんですけど、1週間経ったら8センチぐらい伸びてました。これ放置したらまた同じことだと思って天地返しをしました。シノの根っこは本当に頑丈で、これ見ていただいたら分かるんですけど、ごぼうより長いんですよ。自然って強いなっていうのをもう毎日毎日痛感します。おかげさまで根っこも回収できてこんなに綺麗になりました。こっからゴリゴリに整地します。土の中からたくさん根っこが出てきました。予想以上にめっちゃ出てくる。これは薪代わりになるのかな。捨てるのはもったいないし、どうしよう。